沖縄戦は太平洋における大日本帝国と米国の最後の大規模な地上戦であった。アメリカ陸軍とアメリカ海兵隊は1945年4月1日8時30分の沖縄本島上陸から6月22日の戦闘終了までの83日間、日本軍の強固な防衛網を前に苦しい戦いを強いられた。また、 地上戦を支援するアメリカ海軍の艦船などに、対する日本軍の神風攻撃も繰り返され、結果として約1万2000人のアメリカ兵、約7万人日本兵の命が失われた。また、この戦闘で10万人を超える県民も命を落とした。一方、アメリカ軍は沖縄振興直後から沖縄本島と伊江島に飛行場建設を開始し、 日本侵攻に向けた航空拠点の整備を進めた。沖縄の占領によって、アメリカ軍は1945年11月にも開始されるであろう、日本本土への侵攻のための拠点を得た。基地建設計画では、もともと沖縄にあった日本軍の飛行場に代わって、沖縄本島に18本、家島に3本の滑走路を計画した。沖縄本島では、 大型爆撃機 B-29 スーパーフォートレス大型爆撃機の運用のための施設整備が中心に進められ、A 等は B-29 の本土攻撃を援護するための長距離型 P-47N 戦闘機と P-51H 戦闘機の拠点として整備が進められた。上陸後に沖縄に建設された米軍拠点を防衛するため上陸間もない頃は 戦闘機用の飛行場整備が最優先された。4月10日、もともと日本軍の飛行場であったカデナ飛行場とヨミタン飛行場の2つの飛行場が再整備された。さらに5月下旬までに沖縄とイエ島で10の飛行場の建設が進められた。この頃にはヨミタンとカデナの滑走路はすでに完成しており、イエ島飛行場も完成間近となっていた。6月17日、 中型爆撃機用の7000フィートの滑走路が読みに完成した。6月末での工事の進捗状況は、カデナの長さ7500フィートの長距離機用、滑走路は25%、合わせ飛行場と金竹飛行場の長さ5000フィートの海軍戦闘機用滑走路、ボールポイントの長さ8000フィートの長距離機用、滑走路は15%であった。 また、長距離機用と中型爆撃機用として、普天間飛行場の建設が進められていた。米軍の沖縄作戦が終わる頃には、将来にわたって続く沖縄の、米軍航空作戦拠点が形作られることになる。上陸して2から3ヶ月では飛行場のほとんどは、完成しなかったが、すでにいくつかの飛行場からは、九州攻撃のために戦闘機が出撃していった。第五空軍。 第7空軍の戦術爆撃機部隊が沖縄に展開し、B-24 リベレーター爆撃機、B-25 ミッチェル爆撃機が戦術爆撃任務に就いた。また、ヨーロッパ戦線の任務に就いていた第8空軍が B-29 大型爆撃機の運用のためにイギリスから移ってきた。第8空軍の P-47N と、 P-51H 戦闘機はこれら爆撃機の援護の任務についた。また、これとは別に、海軍、海兵隊も、戦闘機や爆撃機、水上機部隊を沖縄の飛行場に展開させてして、攻撃や紹介、偵察任務を行った、沖縄戦における米軍の勝利から2ヶ月後の8月15日、日本は降伏し、第二次世界大戦も終わりを迎えた。 これにより、日本侵攻のために、沖縄に集結した大規模な航空戦力はその力を行使することなく、その多くが1946年までに解体された。しかし沖縄に建設された、飛行場の一部は米軍によって使用され続け、今日に至っている。レコーズ・オブ・ザ・ユーエス・ストラテジック・ボミング・サーベイ、エントリー54、ラント。 ベースドネイビーマリーンコープスやクラフトアクションリポーツ1944から1945国立国会図書館2017年6月4日閲覧この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物である空軍歴史調査局の次のウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ www.afhra.af.mir スラッシュ本文を含む ありがとうございます。